米国インターネット犯罪苦情センターは連邦捜査局と全国ホワイトカラー犯罪センターと連携して設立された政府機関。インターネット関連犯罪に関する苦情を受け付けや調査を行い内容に応じ適切な連邦、州、地方、または国際法的執行機関等へ転送する。インターネットで苦情受け付けを行っている。 インターネット犯罪への統計及び報告書発表も行っていることから、インターネット犯罪に対する一時資料として取り上げられることも多い。FBI と親密な連携をとっており、実質的に FBI が主導していると見られることも多く、米連邦捜査局のインターネット犯罪苦情センターと紹介される報道も存在する。1980年に、 FBI と、米司法省及び連邦取引委員会によって、非営利団体たる NW3C が設立されると、各地の法執行機関に支援等を行うようになる。インターネットが登場し、サイバー犯罪が増加してくると、NW3C もそれら新たに登場した、サイバー犯罪に対する支援を行うようになる。それらには研究及び犯罪防止のための技術的教育も含まれていた。 インターネットが普及するに従い、オンライン詐欺等が増大したために、FBI は NW3C と共同で2000年にインターネット詐欺苦情センターを設立し、一般向け窓口とした。しかし、さらなるインターネットの発達によって詐欺にとどまらず、様々な犯罪に直結する事例が増えたために2003年にインターネット犯罪苦情センターとして、 名称変更した。IC3 は FBI のサイバー部門内に設立されており、また FBI 捜査官が常駐している。米国におけるインターネット犯罪の中心的な受付窓口あるいは情報ハブとして機能しており、その迅速な対応により効果を上げるばかりか、同時に犯罪性がない紛らわしい苦情に対応することにより、 捜査の人的資源を守ることによって効率の良い捜査体制の寄与に貢献している米国機関である。ありがとうございます。